使うことの喜びを文録チャンネル。どうも文録です。今日紹介するのはこちらです。これね、 G ペンですね。 G ペン漫画用って書いてあるんですけど、注目してほしいのはここですね。ここにシマウマの絵が書いてあるんですよね。これね、作ってるメーカーどこかというとね、これね、ゼブラなんですよね。ゼブラが作っているペン先ということになります。うん、でね、ゼブラってね、もともとね、何の会社かっていうとね、実はね、このペン先の会社なんですよね。それが意外ですよね。これってね、任天堂が実は花札の会社だったっていうね。うん、まあ今も花札作ってますけど、任天堂はやっぱそれが原点っていうのはね、意外でもあり、やっぱりそれがね、コンピューターゲームにつながってるのかなって思うと、結構感慨深いものもありますよね。うん、でそれと同じような感じで、実はね、このゼブラもね、もともとペン先から始まってるんですよ。つまりこれがゼブラの原点というわけですね。で現在もこのペン先を製造していると。そこもすごいですよね。今もまだやってるっていうのは、それがね、現在のゼブラ、筆記具メーカーとしてのゼブラにつながっていると思うと、この G ペンってね、すごいね、歴史を感じるし、これがゼブラの原点なんだなと思うと、やっぱり感慨深いものがありますよね。はい、というわけで今回はこのゼブラの G ペンを紹介していきたいと思います。はい、じゃあこれ、この中から1本取ってね、こうね、必ずね、こういう風にセットで売られてるんですよ。うん、なんかね、セットで売られるのね、ちょっとね、僕1個だけで十分なのに、こんなまとめて全部買わなきゃいけないっていうのはね、なんかもったいない気がしますよ。結構値段もするんで、これ値段800円ですよ。これ1個だけでいいからね、80円で売ってほしいですよね。うん、でもそういうバラ売りとかしてないんで、こうまとめて買うことになるわけですけど、こういった感じで、もう単純なんですよね、これ。ここにスリットが入ってて、ここにハート穴があると。うん。で、インクをここにつけると。そうすると、毛細管現象で紙に当てたときに、ここのインクが紙の方に移っていくと。そういう仕組みですね。英語ではね、ディップペンっていうんですけど、ディップっていうのは浸すっていう意味なんですけど、日本語ではね、つけペンっていうんですよ。で、こういうね、つけペンは、こういう木材のこういうペンにね、こう刺して使うっていうね、そうやって使うのが、G ペンの使い方ですね。うん。で、他社のね、G ペンも持ってるんですよね。ほぼ同じですよ、G ペン。規格化されてんのかな。他社の G ペンも、ゼブラの G ペンも、同じ会社で製造してんじゃないのかっていうぐらいね、似てるんですけど。うん。こちらは立川製の G ペンで、こちらがゼブラ製の G ペンとなってますね。はい。うん。じゃあ、今回はこのゼブラ製の G ペンを使って、ゼブラのね、ゼブラの原点について、ちょっとね、どんなもんかっていうのをね、使ってね、思いを馳せてみたいと思います。じゃあ、何に書こうかってことで、これね、漫画用のペンなんで、筆圧によって、線の太さを変えることができるんで、まあ、漫画に向いてるわけですよ。すっごい細い線も引けるし、太い線も引けるってことで、これ一本で自由自在に好きな線が描けるってことで、漫画家はこのペンを愛用してるんですよね。紙もね、漫画用紙使おうかなと思って、これ漫画用の原稿用紙があるんで、これを使って描いていきましょう。実はね、これね、僕ね、これ、中学か高校の頃かな、に買ったんですよね。それを使わずにずっと放置してきたっていうね。で、このペンもね、その頃に買ってるんですよね。で、使わずに放置してきたっていうね、そういうものなんですけど、うん、なんかちょっとね、漫画でも書いてみたくなって、買っては見たものの、ただの一度も使わずに、今日まで至ってしまったっていうね、うん、結局漫画なんて書かずに今日まで来たっていうことで、うん、今日はね、漫画を書いてみたいなというふうにね、思ってたりするんですけど、うん、少しね、漫画に憧れてたんですね、漫画家にね。うん、ただね、僕は絵が上手くなかったんで、漫画を描くことができなかったということで、まあ、諦めたってことですけど、うん、漫画用の原稿用紙ってね、これ、周りにね、こんな風にね、こう、数字が書いてあるんですよね。うん、こう、メモリがあって、で、ここにコマを書いて、そこにキャラクターを書いていくっていうね、そういう風にやって、漫画を作図していくっていうことですよね。うん、じゃあ
で、インクはこれを使っていきます。パイロットの証券用インキですね。なんでこれにするのかっていうとね、手塚治虫がねこれを使ってたんですよね。ということで僕ね、手塚治虫が一番好きなんですよ、漫画家の中ではね。うん、まあ一番好きな漫画家がこれを使っていたということで、今回は僕もこれを使って書いていきたいと思います。うん、でもねこれ漫画用のインキとしてはかなり性能が悪いですね。もともとこれ証券用のインキなんで、漫画のために作られたものじゃないんで、だからねこう下書き、鉛筆で下書きした後こうペンでね清書するじゃないですか。その後ね消しゴムで書いた線を消そうとすると、このインキの場合ね、その線がね剥がれてしまうんですよね。線が薄くなってしまうんですよ、消しゴムでなぞると。うん、ということであまり性能は良くないんですよ。うん、だから実際に漫画を描きたいんだったら、こういうね手塚治虫が使ってたインキを使うんじゃなくて、漫画用って書いてあるインキを買った方がいいですね。漫画用のインキはこれよりも性能がいいし、消しゴムで消えないようになってるんで。うん、ということでそういうネタ話でした。はい、じゃあちょっと使ってみますけどね。うん、まあ相当これも中学校高校の頃に買ったやつが今も残ってるってやつなんで、相当傷んでますねインクが。あのここに顔料がくっついてますね。うん、といったもので、あもうすでになんかこう顔料が落っこっちゃってね、なんか汚いですね。うん、じゃあこれに浸してみますね。はい、まあ、線を描くから吹き出し、あれ吹き出しを描いていきましょうかね。うん、難しいでしょう、このペンね。すっごい使うの難しいんですよ。僕はねこの G ペンを使うこなすことができなくって、まあ早々に漫画は描くことを諦めましたね。うん、難しいですよ。まあ細い線を描いてみよう。細い線、こうね、こう髪の毛のような細い線、こういう細い線を描きつつ、うん、でさらに太い線もこうやって描けると。うん、で太い線と細い線、太い線細い線、太い線細い線を組み合わせたりとか、うん、こう力入れなかったらすごく細い線が引けますね。こうやって、あもうインクがなくなった。こうやって細い線を引きの、じゃあちょっとカリグラフィーっぽくやってみましょうか。こう A B F みたいな感じで。なるほど。うん、難しいっす、本当に難しい。この G ペンってね、相当手先が器用でないと使いこなせない代物ですね。本当に難しいこれは。うん、でもこれをね自由自在に操れるようになるとすごく楽しいでしょうね。で意外とね滑らかに書けますね。もっとねこっちの立川の G ペンってね、もっとカリカリしてるんですよ。うん、すごいカリカリしてる。ちょっと時が経ちすぎてるのかな。カリカリした書き味なんですけど、これ立川のに比べるとこのゼブラのやつはなんかあの滑らかですね。うん、万年筆で書いてるような感覚になりますね。うん、そういう違いがあるんですね。メーカーによる違いはあるってことで、まあ傷んできたのかな、こっちが。うん、その利用期間が違うんで、これは新品ですからね。新品とちょっと使い込んだやつとでまた書き味も違うってことだと思います。うん、なんか絵描いてみようかな。
あ、意外と楽しいなこれ結構楽しい。あ、楽しいななんかハマりそう、結構ハマりそうだぞこれ。なんかいいかもこれ。これ何に見えますかね。うん、でももう分かんないならいいです。もうはい、という感じで、はい、いろいろ絵を描いて遊びました。はい、あ、なかなかいいですね G ペン。うん、今までね、この立川の G ペン、今までっていうか学生の頃ね、この立川の G ペン使いこなせずに漫画描くことを挫折してしまいましたけどね、今改めてこのゼブラの G ペン使ってみて、うん、これは僕の性に合ってたな。これならね、漫画描けそうな気がしてきましたね。まあ漫画描く時間なんてないんで描かないんですけど、うん、まあちょっと今ちょろっと少し描いてみて結構楽しかったんで、漫画描いてみるのもね、面白いかもしんないなんてことを思ったりしました。いや、もちろん立川が悪いって言ってるわけじゃないですよ。あの、立川のが好きっていう人ももちろんいるし、それも好みの違いなんで、まあ、僕はこっちのゼブラの方が好きだし、あとやっぱりね、あのゼブラ、サラサを作ったゼブラがかつてね、ペン先から事業を開始して、今現在もこうしてペン先を製造しているっていうね、このロマンね、これがやっぱりいいんですよね。うん、ということでね、こっちの方がロマンを感じて僕は好きかなというふうにね、うん、思ってます。はい、というわけで今日の動画は以上になります。ではまた。